ワン、ツー、スリー、フォー。夢では自然体、挨拶だってお手のもの。現実ではぎこちない二人の恋の物語。ヘイ！日曜日ということで、日曜日の秘密を歌いたいと思います。初めてかな。お隣いいですか。勇気出した朝の電車、どうぞなんて答えて、そこから沈黙育児なし。何か喋らなくちゃ、早くしないと目的地。男にならなくちゃ、携帯切ってもいいですか。今日の言葉はなっちゃったけど、同じこと思ってた。嬉しくなって、今日もありがとう。もっと知りたいし、友達だし、電話していいですか。悩んでいたらタイミング逃していた。好きなお菓子も好きな色も聞かせてよ、タイプも近づきたいよ。理想の人移り合いな恋です。どうなるの。ニパパさん、ミラーボールタワー分ありがとう。ミラーボールタワー3分間もありがとう。あとで書くね。日曜会えますか。金曜日の朝送信、目の前にいるのに二人の秘密おかしいね。文字では自然体、スタンプだってお手のもの。日曜日当日周りなんでだろう。ちぐはぐだけどね、楽しくて笑ってた。二人の肩がそっと近づく。もっと会いたいし、友達だし、手なんか繋いだり、想像くらいしてみてもいいですよね。ああ苦手なこともダメなとこも教えてよ、秘密も。どんな君でも理想の人移り合いな恋です。どうなるの。歌終わるまでにミラーボール終わりますかね。どうだろう。あ、どうだろう。秘密植えてゆく。特別な人なりたいかも。独り占めいいですか。君の染まったほっぺたを冷た手で隠し。どうだろう。ありがとね。でもひばこさん、本当に終わらなくていいよ。ミラーボール永遠と続いても。彼女だれちゃったけど、誰にも言えないの。二人の秘密守らせてね。ずっとそばにいて恋人だし、わがままもいいですか。バレないように微笑んで、自然におはよう。笑い話聞かせてよ、約束任せてくれよ。理想の人恋人始めます、よろしくね。あ、終わるかも。ありがとう。
日曜日の約束という曲でした。